こんにちは、前活の進行です。本日は座禅のやり方リメイクをお届けいたします。前回は足の組み方、座禅をする時の体全体を家とするなら土台の部分を整えるということをやったわけなんですけれども、まずはそちらをしっかりとご覧いただいて、ご自身に合った足の組み方を選んで整えた状態から今日の動画は始まりたいと思います。さて、今日これからやっていくのは、いわば建物の柱を立てる、そんな段階になっていきます。座禅というのが背筋をぐっと伸ばして力を入れるものではないというところがよくわかる部分だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、足を組んで次に背骨を立てていくという段階になっていくわけですが、私は半カフ座で足を組みます。そして背骨を立てるというのはどういうことかというと、左右に傾いたりとか前にかがんだりとか後ろにのけそったりしない状態、なおかつ筋肉でこう無理にこう立てるというのではなくて、座骨というお尻の出っ張った骨がクッションにストンと刺さるようにですね、力は抜いてるけど安定して立った状態に背骨を整えていくというのが今日やっていくことです。で、実はこの背骨の整え方っていろいろなやり方、いろいろな工夫をそれぞれのお坊さんがされていて、大枠はだいたい共通してるんですけれども、まあちょっとしたその違いが本人にとっては割と大きかったりするので、この動画のやり方がちょっと合わないなという方はぜひ他の方のやり方も見てみてください。さて、私が今回背骨を整える時に行うのは、胡体枢管と左右陽針という2つの方法を用いていきます。実はこの胡体枢管、左右陽針っていうのは、人によっては座禅の整えた一番最後に力を抜く段階としてやるっていう場合もあるんですね。領導さんなんかはそのやり方だったりします。ですが、私は身を整えて、それから呼吸を整えたところで座禅が始まるっていう、この段階の解釈の仕方的にはこちらの方が自分はやりやすいなと思って、解釈をしているので、その順番で進めていきます。まずはじめに、背骨を整えるにあたってご理解いただきたいこと、把握しておいていただきたいことがあって、それは背骨というのが一本の棒ではなくて、首の付け根から骨盤の上までで24個の関節の集合体、蛇腹状になっているということをまずしっかりとイメージをしていただきたいんですね。どういうことかというと、今こうして立っている時も、背骨というのは横から見たらこう緩やかな S 字というか、曲線を描きながら蛇腹が一つ一つ微妙な角度を保つことによって、こうして立つことができているということになります。そこで、これから座禅をする前にやっていくことは、この普段の生活の中で姿勢の癖がついたりとか傾いたり詰まってしまったこの背骨を一度縦にグッと伸ばしてほぐした後に横にもほぐしていく、そんなイメージです。まずはじめに行うのが胡体枢管、縦に伸ばすという動きですね。まず手のひらを上に向けて両膝の上に乗せます。そうしましたら、鼻から息を大きく吸いながら、このまま背伸びをするように体を上に伸ばしていきます。続いて息を吐きながら体がしぼむようなイメージで力を抜いていきます。この時に大切なことは、息を吐きながら体を前に倒すということではなくて、息を吐きながら体がくたっとしぼんでいく、続いてもう一度息を吐きながら縦に伸ばしていく、空気が入って体が起きて、空気が抜けることで再びしぼんでいく、こんなイメージをするとやりやすいかもしれません。これを3回から4回、普段の生活でちょっとデスクワークが多くなって背中が丸まりがちだなとか、ちょっと硬くなっているなという方は、これを増やしてしっかりとほぐせるようにしてください。胡体枢管が縦に伸ばす動きだったのに対して、続いて左右陽針、横に動かす動きになります。では横に動かす動きというのはどのようなものかというと、ただこうやって横に動かせばいいわけではなくて、本来であれば背骨の24個の骨一つ一つをメンテナンスをするように、こう横にほぐしていきたいわけなんですけども、24箇所動かすっていうのは結構できることではないので、私もできないので、4箇所に分けて背骨を動かしていきたいと思います。まずはじめに、下から腰の骨のあたりを支点に息を吐きながら体を傾けて、吸いながら起こして再び傾ける、しっかりと呼吸と連動させて動かすことで、より背骨がほぐれやすくなります。これを回数決まってないんですが、ほぐれたなと思ったら、今度は視点を溝落ちに変えます。溝落ちに変えるとどのようになるかというと、
溝落ちから下が動かないでほぐれる場所が変わってくるんですね。で自然と頭の振れ幅も小さくなります。同じ要領で今度は鎖骨のあたり、ここから上、首を動かすようなイメージ。最後に首の付け根を支点にして頭蓋骨だけが軽く動くような形で動かして、ゆっくりと動きを小さくし最後に止めます。このようなイメージで下から順番に、関節をほぐすというか背骨をほぐしていって止めていくことで、普段の傾きとかこわばりみたいなものをリセットすることができます。よくある説明の仕方としては、体を左右に揺らして動きをだんだん小さくしていくっていう、メトロノームのようなイメージの説明ってあると思うんですけど、これだと腰を支点にした動きがだんだん小さくなっていってるだけで、上の部分っていうのはあまりほぐれていかないんですね。なので支点を変えていくようにしてほぐしていくことが重要なんじゃないかなというふうに私は捉えております。はい、ということで今回は背骨の整え方についてのお話でした。これやり方は本当に人の体に合った形、納得のいった形っていうのがあるので、本当にいろんな方のお話を聞いてみるっていうのが一番重要だと思うんですけども、今ってかなり骨格だったり骨盤に対するこう様々な理解の仕方っていうのはかなり進んでいるので、本当に気合とか根性ではない世界、しっかりと頭で理解して動きをやっていくことで、より安定した座り方というものができるようになっていくので、ぜひお試しになってみてください。ということで、この動画が参考になった、面白かったという方は高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。